はい、おはようございます。いや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 、あっという間に朝ですね。ほら、まゆちゃん、あんなとこで寝とる、俺の寝床で寝とる昨日はもう2時ぐらいからずっと仕事してたんで、コーヒー飲んだりしてるから、ちょっと体重違いますけどね。まあこんなもん、まあこういうものはあんまり 1g どうのこうので、ね、一喜一憂しない方がいいですよね。そういうもんじゃないから。これね、昨日作ったコテージパイですね。すごいね、みんな食べちゃったね。ほとんどみんな食べましたね。これをちょっと何かに入れといた方がいいか、やっぱりこういう入れ物でしょうねキャセロールに入れとけばね、また早いって食えるから。これはうまいですよ。ミートソースすごくいいですね。ペンネ入れないで済むから、まあ美味しいけどね。ラザニアなんかもよくしますよね。だって俺はまあ血糖値高くはなるけど、そんなのが悪いもんじゃねえんだからな、というふうに考えてます勝手に。因果関係はないんだよね、血糖値が高いっていうことと合併症の間のね。相関関係はある。血糖値が高くなるような食事っていうのは、合併症が生まれるような食事でもあるというのは確かだろうと思いますがね。でも相関関係ってのはあらゆるものに見ることができるんだよね太陽黒点の量となんかみんなこう合わせたりできるもんねやっぱ昨日いろいろとやっつけてるから、まだ回ってないね。ここ回ってないから、昨日食べたのこの皿とかを放り込んで、あ、これラザニア食ってるね。ラザニアのね、まあこういうのも回しちゃった方が後々いいね。後々いいね。なんだっけ、あったらいいね、こんなことあったらいいね、綺麗な姉ちゃんどんどん寄ってくりゃいいねドラえもんさんに怒られるよね。でも伸びた大人になったらさ、もうドラえもんに頼むのは何でもありなんだろう。じゃあ俺だったら誰だろうな、篠田真理子さんダメだよ、もう一つ飲んだよお前やっぱ世界に平和をとかさ、なんでそういうことを望まないんだろうね、のび太ね。そうすればお前ドラえもん世界に平和マシーンとか言って出すよな。どうなんだろうね、やっぱ食べ終わってうんこになって出るともうみんな元戻っちゃうとかさ、それアンキパンだよいいじゃんな、いつもなんか必要な時アンキパン食べてればな。はい、じゃあまんま始めましょう。夜笑いでゴングショー、パッ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 。まずは味噌汁です。夜笑いでこの箸入れるんだよね。ダメよ、大丈夫かな。はい、ではまずはこれはちょっと後で洗うけど邪魔だから、こっちの次にこれ梅干しです。うまそうじゃろ。はい、じゃあまず味噌汁からいきますか。塩汁、朝は味噌汁だよね。豆腐でしょうね、豆腐の味噌汁で、豆腐の味噌汁って何入れるかというと、このキムチね、あの、潰さないで
ふわふわっと入れるとうまいってことが分かってきましたんで、やりましょう。これはちょっと茹で、ね、美味しそうだからやりましょう。それでエリンギでしょう。朝は煮しめ作らないとダメだね。今日は煮しめの日。今日は煮しめの日です。煮しめの日。かぼちゃが売れたね、今ね。寝て起きたらもうなくなった。かぼちゃが売れたね。煮しめの日ね。これがあるね、これね。これなんかに使うと、いいんだよ、これ。こっち使っちゃいましょう。豚バラと合わせて炒めるとうまそうだね。いいね。煮しめは大根だね。大根に。大根にこれでしょ。で、魚を焼くけど、魚はこれ。で、粗挽きにね、一緒に焼いてやろう。そうするとなんか嬉しいからね。よし。嬉しい、懐かしい。ゴーゴーゴー。ほっと待って。一面にはあと人参が入るでしょ。人参入るでしょ。味噌汁が、味噌汁にはこれだね。これで。はい。おおよその計画が立ちました。おおよその計画だからね。これやってるし、どんどん変わっちゃいますから。これね、汁がみんななくなりました。油が結構多いバラ肉ね。これはね、ヨーグルト買いに行かなくちゃ。これが磨きにしんね。これ美味しかったですよ。これだけ売れ残ってるってことは、あの美味しさは俺のものだよね。このね、吹きがね、いいんだよ、吹きが。庭で取れたって言うんですけどね。よいしょ。パパ、やっぱ、やっぱね。磨きにしてまた食べます。朝食べます。朝食べます。朝食べます。いただきものなんですよね。鮭の味噌漬け結構美味しい。このアイノコ、あのツイのやつを昨日は食べました。これいただきもの、いただきもの。おお、20だよ。これ20でないんだ。そうだよね、こうなってないと。これやっとけばいいんだな。これはすごくすぐに返さないとついた。これだけだとね、寂しいんだ。大体2種類ぐらいはあの何かやってるんですけどね。このぐらいと、ね、あ、これだと長すぎるな、腰が。失敗しましたね。
こう置けるか、置けるね。このこう切るところが大事ね。はい、こんな感じだね。これで焼いちゃいましょう。ゴーゴー。5分ね、5分でひっくり返して5分でひっくり返していきましょう。今5時半、朝の5時半ですよ。何やってんだこれ。もう作ってんだ。いやーけどもな、やっと終わった。仕事一本。大体この時間に出来上がって、はいよって言ってお客さん渡すじゃない。そうするとお客さんは朝8時、9時、10時から来て、それ見て、それから検証して、あ、いいよとかっていう返事が、午後の2時、3時に返ってくるでしょ。それで、ダメよって言ったの来たら、そこからまたやるでしょ。だから、いろいろやるんだけど、効率がいいんだよね。そうじゃないとさ、一生懸命作ってさ、はいよって渡すとさ、これいいよ悪いよって入ってきた時にはさ、もうちょっとエコリーってなるよね。ゴミ、ゴミ捨てます。こっちに行こう。あ、火ついてね。はい、火つきました。ゴムショー。ね、今日はわかめですね。わかめはね、これほんと水で流すだけでいいですからね。塩蔵っつっても塩につけてるわけじゃなくて、塩まぶしみたいなもんだよね。大体私は海の水の中にずっといるやつだからさ、塩水で、あの塩で浸透圧変わったりしてブヨブヨになったらもう生きてられないよな、こいつら。こいつら生ワカメが一番美味しいけどね。まあ残念ながらあれ高いからさ、今日はこのしめじを山と入れてやろう。この人がね見えると美味しいんよ。できるだけ潰さないで草のまんま入れて、そうするとうめえじゃないかよお前、お前うめえじゃないかよって感じになるね。もう今の時期のネギは、まあ、みんなもう筋が強いからね、みじん切ってやんないと辛いね、ちょっとね。で豆腐ね。豆腐はね足が速いっていうか、いい豆腐ほど腐りやすいからね、気をつけてね。何度か腐った豆腐使っては奥さんに怒られますそりゃ怒るわちゃんと見て、たかつくせよ。じゃあそんな怒り方しないからね。あんたバカってかまあやっぱまあいいよ、俺バカでよいしょ。さあね、こうやって入ります。これでこれはゴミだね。このゴミに入れると、これは便利だね、こう入れられるのね。塩が終わって、豆腐が入って、おしまいと。はい、じゃあそろそろ煮しめに入りますか。魚焼いて煮しめ、あと豚バラとあれもやっつけちゃうか。そうだね。本当はあの、ひき肉と合わせると美味しいんだよね。あのインパクトね。
くんもそれは面倒なんで、今日は豚バラでやっつけるとしましょう。うん、おお、うまそうじゃの。味噌汁はね、独特の味がみんな出るからね、それぞれの組み合わせ全部違った味になるからね、面白いですね。アスパラがあるんだもん。アスパラどうしよう、こちら。アスパラはなぁ。お、ピピってるね。ピピってるね。ピッ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 。お、これ弱火だね、もうね。こういう味噌漬けになったやつとかは、危ないですよね。すぐ焦げちゃう。で、弱火。これ、串熱いから気をつけてください。はい、じゃあ次は弱火で。5分ね、弱火で5分。で、今ここで。ここにアスパラ入れてみようか。こんなのありなのね。味噌汁にアスパラってやったことはないね。一本入れてみようか。これ、ここ皮が剥かないとダメだからね。それだけは辛いよね。細いアスパラだと剥かなくていいアスパラもあるよね。みんな入れちゃおう、アスパラ。面白そうだから。すげえ高かったね。うん、1本50円ぐらいすんだよ、これ。150円だったかな、これな。柴田ってアスパラを一生懸命作ってる農家が多くて。頑張れ、頑張れ、なんとでも頑張れ。地元でやっぱ頑張らないとダメだよね。人生はそういうもんよね。これはちょっと味噌汁入れてやりましょう。面白いだろ。ザワッと、はい、ザワッと入りました。多分余熱でいけると思うんですけど。アスパラ味噌汁です。アスパラ味噌汁。アスパラガス。アスパラ味噌汁。結構高いものにつきましたね、マサイさん。こんぐらいでいいかな。必ず味見ね。味見しないとダメよ。ほうれん草なんかもね、おひたしにするより味噌汁にドバって入れた方がハッピーなことが多いよね。アクが抜けてねえと嫌だよね。ちょっとね、それはあります。生で食っても毒なもんじゃないからね。生で食えるもんじゃないかもしんないけど、生で食っても毒じゃねえもんだから、ね、生でもいいよな、うん、ちゃんと映ってなかったね。アスパラ味噌汁です。うん、極上だ。うまいよ。じゃあみんなアスパラ味噌汁するようにね。またやってみよう。これ美味しいわ。このも結構美味しいんだけど、なかなか難しい。全部やる？これも150円ぐらいだったね。安いよね、今ね。全部やらないでいいことにしよう。これはね、なんだっけ、あれ。これとエリンギ用。豚バラ系のしゃぶしゃぶ肉があるんで、それで、焼き切りにやっちゃおう。よしよし、決めた。
昨日これがね、すごく脂の多いしゃぶしゃぶ肉、バラ肉のしゃぶしゃぶ肉になるのかな。どうやってこういうのを区別するんだかよくわからんけどね。この部分を切っちゃって、小さい方とかね、インゲンはね、うまみが出てくるし、パッパッパン、マブルコートのフライパン1個買いたいな。あ、これ昨日トマトやったからちょっと色が残ってるね。これね、ほらほら、こんな脂多いバラ肉でしょ。お、魚焼けとる。こんぐらいね、ちょっとまずは弱火で魚丼食べましょう。おお、いい感じ。落ちました。一応ちょっと洗わないとダメだ。せっかく美味しくできたのにね。はい、一応洗いました。あー、面白い。もうちょっとやりますからね、どうしてもね。魚もこれいいぐらいだな。魚もういいかな。こっちは今落とした分、懺悔の意味を込めてもうちょっと焼きます。魚も弱火でいこうか。弱火で3分でしょうか。どう、難しいとこだね。あー、面白くね、みんな見せてあげようと思ったら落ちちゃったよ。これこうね、やっつけちゃいます。まず油を出します。こうやってね、ほやっぱー、まあ、油をどういう風に美味しく食べるかってのが一番大事だよね。油をできるだけ大事に食べましょう。こうやって上から油でキノコと葉物に、まあ葉物ですからね、人間はね。それでこの豚のバラ肉の油をずっと大事に使うのね。これが一番、僕は一番いいことだと思ってますからね。いいことだろう。これね、下の方にどん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 今味が入ってってますから、結構強めの油、強めの温度でね、
焼いてますね。野菜ってのは強めの温度で焼くと組織が爆発的だからね。そうするとこういう風な感じになりますよね。ポン酢なんかね、うん、うまいうまい。トーチっていうのは甘みが出るんでね。ただこれはしょっぱみがないんで、醤油で焦がして、で醤油で焦げたところで回してって、肉とこの青いのにね味が入ってきて、ただこの時残念なことにその旨味が鍋底に逃げてってるんで、それをこう浮かび上がらせるために酒を振ってね。と同時に今までこうずっとあの加熱してきて水分が飛んでますから、それを戻すようにしてね。ただこのびしょびしょの状態はよろしくないんで、太い強火で見上げてあげましょう。そうするとね、刃物とかなんかがちょっと生だったようなのがもう良くなる。あんまびしょびしょだったらもうみんな上げて一回、うわっ、どうしよう、つまりね、はい、出来上がり、出来上がりね。テメジャンとかトチジャンっていうのはね、豚のバラの油をうまくくるんでくれるからね、美味しくなりますよね。やっぱ中華料理とかなんかのなんていうの、そういう上手な使い方ですよね、コツでね。これほらうまそうじゃろ。これからあと煮しめ作ろうかと思ってたけど、もうめんどくせえな。このぐらいでやめておきますか、今日はね。魚もこれはね、ちょっといつも僕が食べてる一切れ100円のとは違いますよね。はい、これ下に落としてます。うん、おいしい。僕ウインナー大好きなんだけど、加工肉好きなのって言われるかもしれないけど、大好きですね。こういうのが一番好きかもしれない、網焼きで焼くのはね。はい、ということでこれから後片付けです。あ、いかん、後片付けすると飛沫が飛ぶんで、これこっちに置きましょう。どうしてもね、こう水跳ねちゃいますから。後片付けは楽しみだ。楽しみじゃないけどな。こんな片付けて。肉とかはね、急いで冷蔵庫入れるけど、まあこれはこんなもんでいいでしょう。この辺の人たちはまた後日やりましょう。エリンギとニンニクとこれはこう一緒に使う。この人たちを一緒に使っちゃおう。この辺のニンニクは別。こんな感じでいいね。これコーヒー入ってます。コーヒー入ってます。よし、とにかくね、厨房仕事っていうか、こういうものはとにかく後片付けがセットになってるってことを考えておくんですね。
後片付けってさ、どこまでやっても終わりがないよね。それは忘れないことですね。だってずっと料理作り続けるわけだから、後片付けは終わらないんですよ。だから終わらせようともしたりすると、途端にこう、シジフォスの、でっけい輪持って歩く人みたいになっちゃうね。だからもう、あ、もうこれは永久に終わらないことをやってるんだなと。つまり私たちが生きるってことは後片付けをするってことなんだよね。ね、よく言うでしょ、恋も人生も後片付けが大変だ。よく言わない、俺が言ってるだけだよ。でも人生の後片付け、これどうしようかなって思ってるけどさ、そんなの気にするなってなあ。死にゃ後片付けの他の人もな。うちの奥さんにあるじゃんね、あと先に死なないでね、あ、先に死なないでねってみたいな。お前勝手に先に死ねよって。そして俺はやっぴーってさ、やっぱまあね、人生を共に末永く生きれればいいなって思えればいいね。今のなんかあれだよね、そうではないからこそ思いたいねという希望が入ってるね。やっぱまあいいんじゃないの、気持ちがね。ちょっとこれ昨日も今日なんか仕事終わったご褒美にフライパン買ってこったな。やっぱだから後片付けはとにかくね、何通りもあって、この食事後の後片付け、食事作りの後の後片付けっていうのと別なんだよね、食事後の後片付けっていうのはね。それをね、勘違いするとね、大変なことになりますね。でこれちなみにさっき回したやつね、もう回ってますから、ここの弱らい終わったぞ印ね、箸を抜いて入れてあげて、回るのを確認して、弱らいってのは要するにこの油っぽいものをみんな流したよっていうだけだから、それが弱らい。本洗いは洗剤で洗うけど、この洗剤で洗うのもそんなに過信しちゃダメですよね。はい、OK、いいですね。で、こっち側をもうちょいやっていけばいいね。これはちょっとやって、ここも水が切れたら OK ですから、このまま入れましょう。で、やっぱ、ね、調理後の後片付けは包丁とかそういったものをきれいに片付けて、こう気を使ったままです。包丁はとにかくナンバーワンの一番最初に片付けました。で、生ゴミは2回出ますよね、調理後と食事後ね。食事後の生ゴミと調理後の生ゴミは出ますから、それは別に出ないですからね。で、こういうちょっと難問のやつも出ますね。毎日自分で素材から食事を作るってことこそが生活習慣病から逃れられる唯一の方法だっていうふうに僕は考えてるんだよね。そうすると、これはもう癌や認知症の予防医学ですよね。予防医学としての後片付け、すごいね。何考えてんだよ。いろんなこと考えてますね。綺麗な女の人いないかなとかさ、でもそれはマイクロバイオームが俺に考えさせてるんだよね。で、俺が悪いんじゃないね。あ、やっぱち
調理後の後片付けがね、ある程度ちゃんとできてると、食事後の後片付けが楽になるんですよ。でこれがごっちゃになっちゃうと、もう大変ですよね。で、こういう、これカテゴリー5に入る汚れ物、なんだっけ今作りました。なんかカテゴリー1とかさ、カテゴリー5って言うと、なんかかっこいいよね。つまり油ギトギトのものをやった後ってのは、シンクがもう油ベトベトになっちゃうのね。ここにまあこういう洗剤っていうのは、そういう油ベトベトをこう捉えて、一緒に流れてってくれますからね。コスパワーのダッシュ、いっちゃったよ。商品名でしょ、それ。で、このスポンジがあるから、ずっとこのゴミ捨てね、ゴミ捨て、ゴミまで捨てます。それで、後片付けは終わりになります。食事作り後の後片付けはね、で食事終わると食事、終わり後の後片付けもこれは商品化された食事、スーパーとかの弁当は入れ物で捨てちゃうから、入れ物でそのまま捨てちゃうでしょ、スーパーとかドンって。ちょっと後片付けいらないから、ゴミっていう形にコストを外注化したんだけど、僕はものすごく嫌、そういう意味でね。はい、これで大丈夫。ここにまた入りますので、ここまで入りましょう。で、大事なのはこの三角コーナーっていう、これね、必ず食器と同じレベルに洗います、ここはね。だってこの間さっきまで食材だったんだからさ、必ずこれ1日1回ぐらいずつこれやるんだから、洗っていけば、ぬめりが出ないね。ぬめりが出ないんだよね、台所のね。まだちょっと水に浸しておいた方がいいんで、やっておきましょうか。ということで、この辺まで来たところで、こういうと後片付けは終わりですね。お煮しめは火で作りましょう。ね、新レンジのガラストップも洗って。やっぱ、毎日食事を作るっていうことは本当私たちにとっては大変大事なことだっていうふうに感じてるといいですね。僕はそういうふうに信じてます。みんな一緒に信じようぜ。おう、じゃあね。